防衛省は2024年8月30日に2025年度令和7年度防衛予算概算要求を公表したよ。その中で水上艦艇からトマホークを発射するための機能負荷のために18億円が計上されたことを明らかにしたぜ。今回は海上自衛隊のイージス護衛艦にトマホークを搭載した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が運用しているイージス護衛艦に艦上から発射できる対地攻撃巡航ミサイルトマホークを搭載することは、2022年12月16日に岸田内閣が閣議決定した防衛力整備計画において、長射程で中国本土などの基地を攻撃可能な、スタンドオフミサイルとして開発を進めている1式地対艦誘導弾能力向上型の、水上発射型の配備が開始されるまでの間のつなぎとして、米国製のトマホークをはじめとする外国製スタンドオフミサイルの着実な導入を実施継続すると明記され、2025年度から導入することになっていたんだけど、中国が台湾への軍事圧力を強めていることや東シナ海、南シナ海での軍事行動の活発化を受けて、2023年10月5日に当初2024年度以降とされていた予定より1年前倒しで、トマホークの調達を開始することが日米の防衛省会談によって決定されたよ。当初は最新鋭のトマホークブロック5を400発導入する予定だったけど、このうち半数の200発をすでにアメリカ軍が運用している従来型の、ブロック4に変更して1年前倒しにして配備を早めることになったんだ。その決断はアメリカにおいてブロック4はすでに在庫があるために早いタイミングでの譲渡が可能であり、ブロック5とブロック4の間に際立った性能差がなく、ブロック4からブロック5へのアップデートが可能であることが理由とされているよ。この日本政府の閣議決定を受けたアメリカ政府は2023年11月17日、日本へのトマホーク売却を承認してアメリカ議会に通知したね。自衛隊に導入されるのは400発のトマホークミサイルの他に、14機のトマホーク武器システム、トマホークウェポンシステム TWS、トマホークウェポンコントロールシステムと、それらのサポート機器などが含まれるとされ、この TWS はマーク41垂直発射システム VLS 搭載している水上艦装備用の、マーク37と見られ、海上自衛隊が現時点で運用している8隻のイージス護衛艦 DDG に加えて、建設が中止されたイージスアショアの代替案として新造が計画されている、イージスシステム搭載艦2隻分も含まれているものと見られているぜ。防衛省は2024年1月18日にアメリカ政府との間でこれらトマホークとその関連設備の購入契約、ミサイル取得費として1694億円、イージス艦に搭載する関連機材費847億円を締結し、2025年度から27年度にかけて順次納入されることになり、2024年度令和6年度防衛予算に、イージス護衛艦に乗り組む海上自衛艦などに対する要員養成教育予算として2億円が計上されて教育が開始されたわけだ。防衛省はまた同日、イージス護衛艦の中では最初に建造された混合型の後継艦の検討に着手する方針であることも明らかにしたな。混合型イージス護衛艦は、海上自衛隊が初めて保有したイージス護衛艦で、アメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦を参考にして設計され、イージス武器システム AWS における各種レーダー配置の関係もあって同級駆逐艦と類似した上部構造物設計となり、さらに混合型にはアーレイバーク級には内艦待機艦としての機能を持たせるために、上部構造ものはアーレイバーク級よりも大型となり、排水量なども増大されているね。混合型は、1993年平成5年3月に就役した1番艦混合 DDG173 から、2番艦霧島 DDG174、3番艦妙高 DDG175、そして1998年平成10年3月に就役した4番艦鳥海 DDG176 まで4隻が建造され、それぞれ日本の山岳名を艦名としているんだけど、混合と霧島は、旧日本海軍の巡洋戦艦混合と霧島に使われた艦名を継ぐもので、
妙高と町会は従巡洋艦一等巡洋艦の妙高と町会を継ぐ形になったよ。ちなみに、その他の4隻のイージス護衛艦の艦名にも山岳名が使われているが、アタゴ型の1番艦アタゴ DDG177、2番艦足柄 DDG178 と、マヤ型の1番艦マヤ DDG179、2番艦はグロ DDG180 の艦名は、それぞれ旧日本海軍従巡洋艦のアタゴ、足柄、マヤ、ハグロの艦名となった山岳名が使われているな。混合型の洋目は、基準排水量7250トン満載排水量9485トン全長161メートル、最大幅21メートル深さ12メートル喫水 6.2 メートル乗員300人で、設計の参考とされたアーレイバーク旧初期型の、フライト1が満載排水量8850トン全長 153.77 メートル最大幅 20.27 メートルであるのと比べて一回り大きいことがわかるぜ。機関はゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジンが4機搭載された COGAG コンバインドガスターバイン&ガスターバイン方式で最大速力30ノットとされているね。兵装には主砲としてイタリアのオートメラーラ製の54口径 127mm 単装速射砲が1機搭載され、近接防空兵器として高性能 20mm 機関砲近接防空システム CIWS が、上部構造物の前方と後方に1機ずつ計2機が設置されているよ。防空用のスタンダードミサイル SM2 艦対空ミサイル SAM 及び SM3 弾道弾迎撃ミサイル ABM や、対戦兵器である垂直発射式アスロック RUM139 バーティカルローンチ ASR OCVLA を発射するための、マーク41モド、6垂直発射システム VLS が、艦首側に29セルと艦尾側に61セルの計90セル装備され、次弾発射のための再装填用クレーンも配置されているんだ。それらの他にはハープーン艦対艦ミサイル SSM4 連装発射塔が2機と、324mm3 連装単魚雷発射管2機も搭載されているなど、5から設計されたアタゴ型や、マヤ型と比べても VLS が6セル少ないことと、主砲がアメリカ海軍仕様の、62口径5インチ単装砲に変更されたくらいで大きな違いはないが、混合型では後部飛行甲板において、ヘリコプターの発着艦は可能となっているものの、他の4艦と違って格納庫が存在しないため艦載することはできないぜ。イージス艦の中核装備である AWS については、2014年時点で4艦すべてがベースライン 5.2 が搭載されていて、各種レーダーには ANSPY-1D 多機能型4面1機、OPS-28D 追水上捜索用レーダー1機、OPS-20 航海用レーダー1機が搭載されているな。これらによって集められる情報を処理する C4I システム、コマンドコントロールコミュニケーションコンピューターインテリジェンスシステム C クアドラプル I システムは、近年では陸海空統合作戦の重要性の増大から総合運用性インテロペラビリティの I を加えて C4I にとも、あるいは各種情報資産の増大に対応して監視サーベイランスと、偵察リコナザンスの S と R が追加された C4ISR、さらには目標補足タージェットアクエジションの TA も追加された C4ISTAR と呼ばれることが多いみたい。混合型には C4ISTAR として AWS ベースライン 5.2 の他に ANUSC42 衛星通信装置、NORH 衛星通信装置、NOR91 衛星通信装置、指揮管制支援ターミナル、OI902 対戦情報処理装置などが搭載され、さらには4艦合計で約1500億円の予算が注ぎ込まれて、弾道ミサイル撃墜用の SM3 ブロック 1A ミサイル36発の購入や、各艦の弾道ミサイル防衛能力 BMD の改修、弾道ミサイル迎撃実験などに使用されるなど、日本の防空システムの一角として欠かせない存在となっているな。しかしながら、混合型はネームシップの混合が収益して30年が経過し、4番艦長会でも艦齢26年となることや、格納庫がないために哨戒ヘリコプターを搭載できないことなどから、防衛省では2025年度令和7年度防衛予算の概算要求に、
イージス艦に関する調査研究費として33億円を計上していて、今後肩退役後の後継艦の設計検討のための技術調査を実施するとしているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年8月26日、防衛省統合幕僚監部は26日午前11時29分から同31分にかけて、長崎県の男女群島沖の日本領空を中国空軍の YQ 情報収集機1機が侵犯したと発表したよ。それによると、中国軍機は同日午前10時40分頃から男女群島付近で旋回を始め、約2分の艦領空を侵犯して午後1時15分頃に同群島付近での旋回を終えて飛行してきた大陸方面に飛び去ったとしているな。今回はそんな中国軍機が日本の領空を侵犯し、日本政府が厳重抗議した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この中国軍機の領空侵犯に対して、航空自衛隊西部航空方面隊の F-15 戦闘機と F-2 戦闘機を緊急発進スクランブルさせて対応し、直ちに領空から退去するよう警告し、武器使用はなかったよ。防衛省がこれまでに発表してきた領空侵犯事例は46件あり、そのほとんどはロシア機によるもので、直近では2023年令和5年10月31日に、ロシア軍所属とみられるヘリコプターが北海道根室半島沖で領空侵犯した例などがあるけど、中国の航空機による領空侵犯は過去に2例が確認されているね。最初の領空侵犯は2012年平成24年12月13日に尖閣諸島沖縄県石垣市周辺で、中国国家海洋局の Y-12 輸送機1機が領空を侵犯したため航空自衛隊の戦闘機がスクランブルをかけた。二度目は2017年平成29年5月に、やはり尖閣諸島周辺の日本領海に侵入した中国海警局の艦艇から発艦した小型無人機ドローン1機が領空侵犯したのを自衛隊が確認していたもので、いずれも中国の公的機関による領空侵犯ではあったけど、中国軍機による領空侵犯が確認されたのは今回が初めてなんだ。このため航空幕僚部では事態を重大として受け止めているとして、日本政府が厳重抗議を行い防衛省では領空侵犯の意図を分析するとともに、引き続き警戒監視に万全を期すとしているな。日本領空を侵犯した中国空軍の YQ は本来、多用途中型輸送機として開発された4発のプロペラ機で、中国軍では更新ハイテクプロジェクトとしてこの機体を元に数種の特殊任務機を開発していて、それらは早期警戒機、対戦哨戒機、電子戦機など多種に及んでいるが、今回飛来したのは中国空軍と海軍も運用している YQ 情報収集機とされているぜ。この情報収集機は、YQ-JB あるいは YQ-JZ、GX-8、タカシン8号と西側で呼ばれている SIGINTELINT 型、通信、電磁波、信号などの通信用電波傍受や、非通信用レーダーなどの電磁放射の情報を収集して、情報諜報活動を行うの情報収集機で、機首、前部胴体側面、後部胴体側面にアンテナを装備しているため識別しやすいってわけだ。防衛省統合幕僚監部によると、領空侵犯となる恐れがある外国機に対する航空自衛隊戦闘機による、スクランブルの回数は2023年令和5年度には669回発生していて、そのうち中国の航空機によるとされるものが479回あって全体の約 72% に上っていたみたい。これまで中国機の活動範囲は主に尖閣諸島周辺だったんだけど、最近になって九州の西方沖で無人機を飛行させているのが目立つようになっているね。今回、長崎沖の男女群島の領空において有人の、しかも中国軍の機体が侵犯してきたことについて、中国が東シナ海での活動を活発化させていて、この先さらにエスカレートしていく可能性があると指摘する声が自衛隊内部などで上がっているんだって。今回の中国軍の有人機による領空侵犯に対して、インターネット上などでは領空侵犯した中国軍機は撃墜すべし、といった内容の過激な投稿が散見されているけど、
こうした領空侵犯機に対して自衛隊が取るべき行動は限られているのが現状なんだよね。航空機が他国の領空内に許可なく侵入することは領空侵犯として明確な国際法違反であり、領土及び領海の上空に広がる領空には、その国の排他的な主権を侵害するものとされるため、領空侵犯が発生した際には、戦闘機を発進させて警察活動の一環として侵犯機に対応するわけだ。日本においても、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づいて実施されていて、そのことは自衛隊法第84条に記されているぜ。自衛隊法第84条領空侵犯に対する措置では、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規または航空法昭和27年法律第231号その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、または我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとあり、これは国際法規または航空法その他の法令航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条などに違反して、無許可で日本の領空を侵犯した外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させるか、あるいは日本の領空から退去させるために必要な措置を取ることができるというものだな。この場合の必要な措置の内容について、過去の国会答弁などでは領空侵犯機の確認、日本の領空を侵犯している旨の警告を行う領空外へ速やかな退去させるか、または自衛隊基地などへの誘導に従わせるとの段階的な措置を経るとされており、それに従わない場合にのみ武器使用を認めるとされているよ。さらに最後の武器使用についても、まずは領空侵犯機に対して照準を合わせず機関砲などを発射するものとされていて、領空侵犯機が自衛隊機に対して攻撃を行わない状況であるのにいきなり撃墜することは禁じられているんだ。つまり、スクランブルを実施中の自衛隊機パイロットにおいては、現場で個人的に判断することは許されず、もし何らかの攻撃を受けたとしても攻撃を受けたことを報告した上で、方面航空隊司令官などによる命令がなければ応戦することもできないわけだ。しかし、このことによって自衛隊パイロットの生命が危ぶまれることになるため、最近の政府見解では領空侵犯機が突然自衛隊機に攻撃を仕掛けることがあって、報告の上で応戦許可を求める余裕がない場合などには、パイロット個人の判断で武器を使用することができるとされるようになったな。ただし、今回の場合は領空侵犯機がおそらく非武装である情報収集機であることから、自衛隊機が撃墜することは認められないとの見方だぜ。この事件について中国の SNS ウェイボでは日本や香港のメディアの報道が転載されたが、中国国民は、7月に海上自衛隊の護衛艦スズツキが無断で中国領海を一時航行したことについて触れ、今回の領空侵犯については報復でありよくやったなどとの声が上がり、意趣返しとして肯定的に捉える投稿が相次いでいるよ。また、このところイタリア海軍の空母カブールなど NATO 諸国海軍の艦艇が相次いで来日し、アジア太平洋地域への関心が高まっていることから、領空侵犯がそれらへの牽制ではないかとの見方もあるみたい。ただ、日本政府からの厳重抗議を受けた中国外務省は、林健報道官が27日の記者会見において、中国はいかなる国の領空にも侵入するつもりはないと表明した上で、事件の詳細については現在関係部門が状況について調査、確認しているところだと述べるにとどめ、領空侵犯は意図的なものではなかったとの認識を示し、日本政府が中国側に抗議していることについては双方が既存のルートを通じて意思疎通を保っているとしたぜ。折しも27日から自民党の二階俊博元幹事長ら超党派の国会議員による日中友好議員連盟の訪中団が北京を訪問しており、新型コロナウイルス災いによって停滞していた日中間の政治往来を活発化させようとの動きを見せているが、今回の領空侵犯がこうした機運に水を差す恐れが生じているな。
日中間では2018年平成30年に、自衛隊と中国軍の偶発的衝突を回避することを目的とする、相互通報体制海空連絡メカニズムの運用が始まっていて、2023年令和5年5月には両国の防衛当局幹部間直結のホットラインが開設されているけど、この先中国軍による領空侵犯などの活動がエスカレートし続けることで偶発的な衝突が発生する可能性は否定できず、このタイミングで訪中している二階氏をはじめとする親中派の議員団が、何か具体的な行動を示すことができるのかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊では、最上方護衛艦 FFM の建造については2018年度平成30年度計画によって、建造が開始された一番艦最上から1年に2隻のペース進めているね。2024年9月2日までに6番艦阿賀野まで6隻が就役していて、9番艦と10番艦が着工され、2023年度令和5年度計画で2隻が発注されているな。今回は海上自衛隊において新型 FFM12 隻を5年間で調達している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この最上方については、諸外国海軍での同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという艦種名に加えて、機雷戦に対応することから機雷を意味するマインや多機能性を意味するマルチパーパスから取ったとされる。M を追記した新たな艦式号として FFM が与えられており、2018年度平成30年度予算から、調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているよ。最上方護衛艦は当初22隻、護衛隊群に属さないいわゆる10番台護衛隊として配備されている汎用護衛艦 DD と、近海警備用護衛艦 DE の任務とされている日本近海域での哨戒、警備などの任務に加えて、対機雷戦も担当可能な艦として建造され、当初の計画では22隻を建造して10番台護衛隊の DD 朝霧型8隻と DE 阿武隈型6隻、さらに掃海隊群所属の掃海艦艇8隻と入れ替えることになっていたんだ。しかし、2023年1月25日に防衛装備庁が新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、2024年度令和6年度以降は最上方をさらに発展させた新型 FFM を開発する計画を明らかにしたため、2024年度令和6年度計画からは新型 FFM12 隻を建造することになり、最上方の建造は令和5年度計画艦までの12隻で終わることになったな。新型 FFM は最上方が満載排水量5500トン全長 133.0 メートル全幅 16.3 メートルであるのに比べて、満載排水量6200トン全長 142.0 メートル全幅 17.4 メートルと一回り大きい艦隊となる予定だが、乗組員の数は最上方と同じ90人程度になるらしい。また、最上方に装備されている各種装備品はそのまま踏襲されると見られているが、防衛省では長射程ミサイルの搭載に加えて対戦機能の強化を行っていくことを念頭に置いているとしていて、将来の能力向上を容易に行える拡張性などを考えており、特に対戦能力においては、これまでのものよりも探知能力が向上したソナーシステムを採用して、平時の警戒監視能力の向上や有事における対戦線の能力向上を予定していると述べているぜ。三菱重工業から発表されている艦隊デザインを見ると、大きな相違はなくステルス性は維持されているものと見られているが、特徴の一つであるユニコーンマスと株のレーダー配置や、ミサイル管制装置を独立させていることなどから、新型 FFM にこれまでとは違う新型ミサイルを搭載する予定である可能性が高いと見られているね。この新型 FFM の開発においては輸出も視野に入れられているとされ、防衛装備庁と三菱重工業は2023年11月7日から9日まで、オーストラリアの ICY シドニーで開催された海洋防衛の総合イベント INDO パシフィック2023において、新型 FFM を FFMAAW としてその模型展示を行っていたんだ。
この FFMAAW という慣習表記の AAW はアンチエアーワーフェアすなわち対空戦を意味していることから、諸外国に対して新型 FFM は VLS のセル数を増やして艦対空ミサイルを搭載することで、最上方に比べて大幅に対空戦能力が強化されていることをアピールする狙いがあると見られているよ。防衛省や三菱重工業からの説明にあるように新型 FFM の兵装の最上方との大きな相違点は艦隊サイズの他に、マーク41垂直発射システム VLS が32セルと最上方の2倍に増設されていることにあって、最上方では対戦ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット7 VLA のみ装備されている VLS に、新しい艦対空ミサイルとして開発が進められている 2、3式艦対空誘導弾 ASAM が装備されるほか、長射程のスタンドオフミサイルとして開発が進められている1、2式地対艦誘導弾能力向上型の搭載が予定されているらしい。防衛装備庁は新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領の公示から、2024年3月31日にジャパンマリンユナイテッド及び三菱重工業と企画提案契約を締結して、6月15日に各社からの企画提案書を受領して契約企業の選定を実施し、8月25日に主契約者を三菱重工業としてジャパンマリンユナイテッドを下請けとする契約を交わして正式に2024年度計画館から新型 FFM が建造されることになり、令和6年度計画艦 6FFM として1番艦を三菱重工業に、2番艦をジャパンマリンユナイテッドに発注され、8月30日に明らかにされた2025年度令和7年度防衛予算の概算要求においては3隻分として3140億円が計上されたぜ。これまで最上方護衛艦は年間2隻のペースで建造されてきたものが、新型 FFM では年間3隻を建造する年度が2度予定されていて、2024年度から2028年度までの5年間で12隻の建造が計画されているんだけど、三菱重工業が年間2隻の建造を実施すると見られているよ。また防衛省では防衛予算の概算要求の発表とともに海上自衛隊における改編計画を発表したね。それによると、52隻の護衛艦を運用する第1から第4までの護衛隊群からなる護衛艦隊と10番台護衛隊、および地方隊のミサイル艇隊と機雷の除去などを行う掃海隊群を廃止して、それら水上艦艇部隊を集約した水上艦隊以下すべて箇所を新編するんだって。水上艦隊は第1から第3まで3つの水上戦群からなり、その他に水陸両用戦機雷戦群と哨戒防備群が編成され、それぞれに輸送艦や哨戒艦などが配置されることになるぜ。3つの水上戦群は3正面におけるオペレーションに対応し、水陸両用戦機雷戦群は今までの掃海隊を集約するとともに、FFM や輸送艦によって機雷戦や水陸両用戦を支援していくことに集中し、そして哨戒防備群は、警戒監視のために新造が計画されている哨戒艦が配備されて日本近海における哨戒活動を任務とするという構想で、これによって主力となる第1第3までの水上戦群は、平時においてはこれまでのような哨戒業務を行わず戦闘訓練に集中することができるようになり、有事のオペレーションに対して長期的な対応が可能となるとされているな。防衛省では今までの第1から第4と護衛隊群を4つ編成していたコンセプトは、そのうち2つの護衛隊群がオペレーションにあたり、1つが維持整備のメンテナンスに入り、残りの1つが訓練を実施するというものだったとし、そして、第11から第15の10番台の護衛隊は日本近海の警戒監視を行ってきたとした上で、世界的に安全保障環境が厳しくなる中、突発的なオペレーションに対して即応可能な部隊を増やすという目的でこのような再編成を実施したとしているね。護衛隊群は出雲型や日向型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻、金剛型愛宕型摩耶型のイージス護衛艦 DDG2 隻、汎用護衛艦 DD5 隻によって編成されているが、この4つの護衛隊群を3つの水上戦群に再編することによって、5つの水上戦群に配備される護衛艦の数を増やすことが可能となるんだ。
防衛省では、それによって5つの水上戦群の中でオペレーションへの即応や長期遠征をこなしながら、休養や訓練もこなしていくことができ、有事の際に3つの水上戦群の全てがオペレーションに対応することも可能となるとしているほか、水陸両用船機雷戦群においても水陸両用船とそれに伴う機雷戦に対して、より機動的かつ中長期に対応できるようになるらしい。このことについて、海上自衛隊創設以来の伝統的な部隊名が消滅することに、海上自衛隊の中で抵抗する声が上がっているのではないかとの見方をする軍事評論家がいるものの、水上戦闘艦が統合されることで、むしろ旧日本海軍の連合艦隊が復活するような感覚があるとして歓迎する声も上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。